気ままにダラダラ、ショーチャンネル。おいっす、どうもショーです。さあ、今回もね、棒人間のゲームで遊びたいと思います。で、遊ぶシリーズはね、前回と同じなんだけども、今回はね、前回とは違うエンディングに向けて攻略していきたいと思います。で、分岐はね、最初の飛空艇に侵入するところから、スタートするので、まあ、とりあえずそこまで行ってみたいと思います。さあというわけでこっからだね。で、前回行ったのがこのイヤホンマイクから行くルートで、このゴムの手袋も行ったけど、こっちは積んだんだよね。だから残ってるのはこの、キャノンボールとこのグラップル、この2つか。じゃあとりあえず、まあ、グラップルから行ってみるか。こっち行ってみよう。お、無事行った。オッケーオッケー、先進んだよ。あー、次は爆弾。これなんだ、シェービングクリームみたいな感じだけど。で、それで時計で、これ何、ジョイバーザーなんだろう。ちょっとなんか変身ベルトみたいな感じだけど、電流走ってるね。ちょっとこれ見てみたいな。これいこう。これを、あ、パネルに、あ、落ちる。あー、そういうことか。パネルの電源をバグらそうとしたけど、飛空艇ごとバグっちゃったんだ。あー、なるほどね。これはダメだわ。ほなどうしよう。ちょ、時計も使い道わからんねんけどな。これ行ってみる。時間を遅くさせるとかそういうことかな、これ。あ、4倍速になった。どうすんのこれ。お、出てきたぞ。あ、これで侵入完了。はん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 。で、お次がなんだ、コンピューター、エレベーターでダクト。どうしようかな。この2つは移動やな。じゃあとりあえずパソコンいじっとくか。これ5。ファイルを見て、どうすんだこれ。何その笑顔は。お前絶対ゲームしてんだろう、やっぱり。気持ちはわかるけどな、気持ちはわかるけど、今するべきじゃないね。あー、ここは失敗か。違ったか。ほんならもうエレベーターか。こうダクト、ちょっと待てよ、この鍵取れない。あ、取れるっぽい。おお、キーゲット。おお、やったやった。これはまたどっかで使うのかな。というかこんなんもあるやな、拾うもんもあんのか。じゃあまあとりあえず鍵も手に入れたし、次進むか。ちょっとエレベーター行ってみよう。こっち。これでどこに行く。外？嘘だろ。脱出ポットだろそこ。エレベーターちゃうやん。詐欺もいいところやわ。ほんならダクトが正解？マジで？ここなんか、入る。なんか入るっていうか吸い込まれたけど。あ、お金。お金と鉱石あんじゃん。うわ、また見覚えのあるとこ来たよ。それで出たー、テレポーター。毎回問題起こす問題児。テレポーターとマジックペンシル、これなんだ、スナック菓子か。でもう一つは、あー、自力で飛ぶってことか。どうしよう、どれも微妙やけど、これ見てみたいな。今回はどうなるやろ、いけるかな。ちょっと行ってみよう。どこに出る？最後絶対適当に落ちたろ。さあどこ？誰か説明してくれ。ここはどこや？これはひどい終わり方やな。一番ひどいテレポートじゃないこれ。まだ前回の宇宙の方がまだマシやわ、これ。
はあ、とりあえずもテレポーターは除外。ほな、どないしよう。マジックペンシル、スナックで飛ぶ。ワンチャン飛ぶのにかけてみるか。いけるかもしんないな。ちょっとこれいってみるか。さあどうかな。おお、飛んだ。思いのほか飛んだな。しかも正解やん。オッケーオッケー。で次は監獄、そこへ突破しなきゃか。何、あー、ここで鍵を使うのね。あー、なるほどなるほど。えけど、あの人いなくなったけど、また後で出てくんのかな。うーん。でとりあえず選択肢はウィザードマジックでハックでパワーグローブ。これは何やろ、コピー機かな。うーん、ちょっと気になるのはこれやね。魔法か。どんな魔法なんやろ。これいってみよう。自分が凍るんかい。なんだそりゃ。ほんま捨てんとうやんこいつ。しかも氷って、これ機械相手には無理だろうよ。これ外れ。ちょっと期待したのに残念。ほんならもう順当にハックか。これもどうなんだろう。パワーグローブ、これ見てみるか。これは強いぞ。おい。普通に多いって言うてもうたわ。なんもないんかい。パワーもクソもなかったやんけ。はあ。ほんならもうハックか。この謎の機械、この謎の機械も気になるよね。これいってみる。これなんなんやろな、ほんま。棒人間がえらくなってる。あ、薄っぺらくなったんや。プレスされたってこと。あ、でもいけたな。おお、戻った。からの、お、なんやこれ。またよくわからんアイテム。グラビティガンはあれかな、重力を操作するのかな。これはちょっとよくわかんないね。物を小さくするのか。でこれはリュックになんかついてはるけど、ようわからんな。まだ可能性があるとしたらこれか。今思ってるのがこれにこのお金を乗せて小さくするみたいな。ちょっとこれいってみるか。おい、どう使うの。つける。あ、やっぱ小さくなった。おお、いけんじゃね。あ、見つかった。まずい、これはまずいぞ。さあこっからどうする、棒人間。お、援軍はかなり来たぞ。ただ前回は無能だな奴らだったけど、どうなる。うわ、やばい、プロペラのとこ来てる。やばいな、戦争状態になってるし。待ってくれ。一個おかしいのがある。どう見てもおかしいのがある。なんで亀の甲羅あんの。はあ、パワーアーマーはわかるわ。まあ防具面を強くするってことでしょ。アンブレラ、まあこれもまあひらひらと上から降るのかな。このスプレーもよくわかんないけど、これどうすんのよ。見てみるか。どうなんの、かぶるの。あ、でもいけるか。あ、ダメか。一瞬いけるかと思ったんやけどな。残念、まさかかぶるとは思わんかったな。じゃあどうしよう。強そうな、これいく。これ多分あれじゃないか、フォールアウトっていうゲームの中に出てくるやつじゃないか。これいってみよう。おお、超強そう。これは勝ったな、間違いない。イエーイ、いいねー。からの、これどうすんだ、ちゃんと着地できる。いや、いけた。オッケー。おお、墜落したよ。
お、さあこれで犯人確保できるか。いやまだ戦争状態続いてる。やべえな。え、まだ続くのこれ。何を選ぶの？曲を選べってことこれ。これは分からんぞ。もう勘だなこれ。じゃあこれにしよう。 DEB どうなるん？あ？これはやばいやつ。これ絶対やばいやつ。え？なんかごめん。めっちゃ申し訳ない。グッバイって言わせちゃったよ。ごめん。え、なんやったあれ。あそこにセットしたやつの能力が出るってこと？はあ、わからんぞマジで。ほんま適当やわ。じゃあ次これ。レーザー？え？あ、浮き上がった。どこに行くの？宇宙？死ぬやん。普通に死ぬわ。何これ。もうあと2つ。もうどんどん行こう。ほなこれ左下。さあ今度はどうよ。そろそろ正解引いていいのよ。お、壮大な BGM。 これは来たか。なんか出てきたぞ。なんだ、止まった。バグったわけね。そういうことね。音飛びしたっていうわけね。ふざけんなよ本当に。もう全部外れやったんかい。ほんならもうこれだけ。さあこれでどうなる。あ、援軍が来たんか。はい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 。さあこれでほんまどうなるやろ。ギャングはまたそこにいるしな。あ、でもやられた。主人公は大丈夫？これ主人公も巻き添え食らうオチじゃないやろうな。どうなんやろ。あれ一人降りてきた。あー、おトイレ中ね。あー、でそれを主人公が奪ったんだ。なるほどなるほど。え、けどこの雰囲気やばいね。大丈夫？睨み合ってる。Let him go. What? We got what we came for. He's not worth the trouble. 大丈夫なのか。おお、エンディングいった。あ、最後あれか、あの人がスルーしてくれたんか。あー、よかった。じゃあこれでクリアやね。よっしゃー、このルートやばいな。めっちゃドラマチックやったな。すっげー。いや、このルート面白かった。いやさあ、というわけで、とりあえず、2個目のルート完走というわけで、いや、今回かなりドラマチックな展開が多くて、後半はあれやね、ちょっとした映画見てるような感じになったね。かっこよかったし、いやー、このルートもいいわ。まあ、まだね、他のルートが残ってるんで、まあ、また時間があったら、プレイしてみたいと思います。じゃあとりあえず、今回はこれで終わりで、まあ、また次回に。ほなまた、バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。各端末ごとの登録ボタンをクリック、上の図から登録していってね。チャンネル活動一覧です。1週間の活動を公開、月曜から始まり日曜までてんこ盛り。もっと詳しい情報は Twitter までお願いします。また皆様に会えますように。バイバイ。